今日は8月の2日です。みょうがの収穫をしたいと思います。昨年、最初に収穫したのは7月の24日でした。今年はちょっと遅れましたけれど、だいたい7月の終わりから8月の上旬がですね、最初の収穫となります。はい、そして、ここがみょうがのなっているところです。連日の暑さでですね、葉が少し枯れてきているようですね。はい、みょうがはですね、生姜の仲間で、多年草です。冬になると地上部が枯れて、春になると落ちてきます。そして、地下茎が伸びて、一度植えるとですね、ずっと収穫できます。私はですね、この場所でですね、10年以上収穫しています。土壌も選ばず、害虫の被害もありません。水やりについてはですね、雨水だけです。肥料はですね、春になって、芽が少し伸びてきた頃に、一度だけ、緩効性の肥料を与えています。このように畑の片隅にですね、植えておいておけばですね、勝手に、毎年生えてくる非常に便利な香味野菜です。それでは早速収穫したいと思います。はい、この中に入っていきます。はい、ありましたね。はい、ここにありました。顔を出してます。はい、これを一つ収穫したいと思います。はい、だいぶ、これはつながってるんですね。これが地下茎ですね。はい、これがずっと地下茎がつながっています。そしてこの先にですね、みょうががこのようにできています。はい、こちらにもあります。はい、こちらにもありました。あ、これはと花が咲いてますね。ちょっと花が咲いてまして、取るタイミングとしてはですね、ちょっと遅いかなということですね。この花が咲くとですね、ちょっとみょうがの風味が落ちます。ちょっと美味しくなくなりますね。はい、そして、はい、次々とできてますね。こちらには3つ固まってますね。3つ4つたくさん固まってます。収穫します。はい、来ました。2つ目、3つ目ですね。はい、これは花が咲いていなくてね、これは大丈夫ですね。はい、ただこちらのはもう花が咲いていますね。はい、ここまで来るとだいぶちょっと風味が落ちますね。はい、次から次へと顔を出してます。これなんかはまだ小さいので、これは取るのをやめておきましょう。はい、そしてこちらはですね、花が咲きそうですね。ちょっと芽が出てきてますので、これは小さいですけれど取ってしまいましょう。はい、はい、これはちょっと花がですね、咲きそうになっています。こういうのは取ってしまいます。こちらにも、なんか結構花が咲いてるのがちょっと多いですね。やはり取るタイミングがちょっと遅かったかもしれません。これも取ってしまいましょう。はい、これなんかはもうちょっと遅いですね、だいぶね。はい、まあ、この花が咲くとですね、この真ん中のここがちょっと柔らかくなるんですね。これはまだちょっと硬いですから大丈夫かと思いますけれど、
本当に花が咲いてしまうとここがもう柔らかくてふにゃふにゃのような感じです、はい、これはまだ大丈夫かと思います。あ、これも花が咲いてます。これも取ってしまいましょう。この辺りは、だいぶ収穫しましたので、今度は場所を変えてまた収穫したいと思います。はい、今収穫したのは大体これだけです。はい、じゃあこれを持って場所を移動したいと思います。反対側の方ですね、こちらの方へ行ってみたいと思います。こちらの方はどうでしょうか。こちらの方はあれあまりないですけれど、あ、ここにありましたね。はい、ちょっと小さいですけどね、もう少し待っても、これはもう少し待った方がいいと思います。あ、ここにありました。はい、では収穫します。はい、あ、この白い大きな粒ですね、これは春に撒いた緩効性の肥料です。ですね、4月頃に緩効性の肥料をですねパラパラと撒いてあります。それですね。はい、はい、あ、ここにもありましたね。はい、はい、取れました。2つ取れました。こちらにもあります。これはちょっと花が咲いてますね。はい、ちょっとタイミングが取るタイミングが遅れた時にはですねこういう風になってしまいます。今日はこれだけの量を収穫できました。みょうがのですねすごくいい香りがしてきます。このみょうがのですね香りの成分はですねアルファピネン類という成分だそうです。松やヒノキに含まれるですね香り成分と同類ということで非常にリラックス効果があるそうです。そしてまた脳からのアルファ波の発生を増加するなどの効果があるそうです。今日の収穫はですねこれだけですけれど、明日また見てみますとですねまた顔を出してます。数日にわたってですね次々と収穫していきたいと思います。